ウェンズデースペシャル。そう、ウィンターソングもね、たくさんお届けしていこうということで、ケツメイシ冬物語をお届けいたしました。さあ、時刻は2時12分。ここからはコーデボックスウェンズデースペシャルのお時間です。この時間は各曜日 DJ ごとに趣向を凝らし、さまざまな企画でお送りしてまいります。水曜日はサブカルカフェコヒナーズと題しまして、サブカル女子私コヒナアスカがですね、カフェコヒナーズの店長となり、いろんなサブカルチャーをテーマにお届けしていきたいと思います。さあ、今月はですね、先月からスタートしました毎月第1週目の水曜日、この時間は小学館のガガガ文庫さんご協力のもと、ガガガ文庫編集部にお電話をつなぎまして、新作ラノベ、またですね、今話題のラノベ作品についてお話をお伺いしていきたいと思います。今回紹介するのは先月17日に発売となりました最新刊、弱キャラ友崎くんボリューム5のですね、ガガガ編集部岩浅さんとお電話がつながっているので、お話お伺いしていきたいと思います。岩浅さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、今回はこの弱キャラ友崎くんボリューム5ということなんですが、はい、このボリューム5ということで、やっぱりこのシリーズ第5巻ということでしょうか。そうですね、あのレベル5ということで、レベル1が1巻 でそこからレベル2、レベル3と2巻、3巻続いていって、今がレベル5の5巻になっております。すごいですね、シリーズも第5巻までレベル5まで来ているということなんですね。はい、このタイトルになっている友崎くんが主人公ということで間違いないですか。はい、そうですね。この弱キャラっていうのは一体どういうことなんでしょう。ですね、この友崎くんというのが、まあ、学校でクラスでぼっちでして、はいまあ、あの友達もいなければ彼女もいないという、まあ、つまり社会的な、まあ、弱者というか、はいはいはい、そういう意味での弱キャラということですね。うん、なるほど。ゲームとかでね、よくこのちょっと弱いキャラのことを弱キャラって言ったりとか、はい、強いキャラのことを強キャラ、強キャラみたいに、うんうんうん、ね、言ったりする、まあ、そこに例えられているということで。そうですね、そこもポイントとしてありまして、この作品すごくゲームが核となってまして、はい、さっき言った友崎くんという主人公がですね、その人生はクソゲーであるという、うん、考え方を持っていて、うんうん、で、まあ、人生は頑張ってもどうにもならないクソゲーなので、自分は本当のゲームの方、大好きなゲームの方を頑張るっていう形で、まあ、ゲームに傾倒していると、はい、で日本のランキングで1位を取っちゃうようなすごい、まあ、プロゲーマー顔負けみたいなキャラクターなんですけど、はい、まあ、そういうところも掛け合わせて弱キャラというタイトルになってますね。なるほど。この友崎くん以外にどんな登場人物がいるんでしょうか。はい、一巻のカバーにもなっている女の子なんですけれども、ひなみあおいさんという女の子がいまして、はい、この子はもう学園のパーフェクトヒロイン言われていて、もう誰もが学校で知っている、うんうんうん、もう才色兼備、勉強もできる、ビジュアルもめちゃくちゃに可愛い、で運動もできるという、パーフェクトな女の子なんですけど、本当にパーフェクトですね、まあ、そうですね、はい、でこの子がまあ主人公の友崎くんと会うことによってちょっと物語が動いていくみたいな感じですね。はい、なるほど、まあ、たくさんの、魅力的なキャラクターがいる中で、もちろん女の子だけではなく、友崎くんよろしく男性のキャラクターなんかも出てきてしまうんですよね。そうですね、はい、今回このジャンルはラブコメということでいいんでしょうかね。一応ラブコメになってます。一応って言った、はいまあ、ちょっとそんな恋愛模様も描きながら、さっき言ったね、はい、そのゲームに例えながらみたいなところも関係してくるわけなんですよね。そうですね、その、まあ、ゲームの理屈でいうとレベルアップをしていけるっていう、まあ、RPG の考え方になると思うんですけれども、はい、まあ、なので人生でも正しい手順を踏んで努力をしていけば、ちゃんとレベルアップしていって、で人生を攻略していけるんだよっていうようなことが根幹のストーリーの部分になっておりまして、はい、はい、まあ、そこで手っ取り早く学校の中において、まあ、レベルをアップするには女の子と付き合うことであるっていうところの最初の目標から、
まあ、この子を、まあ、恋愛の攻略対象に定めて頑張っていこうみたいな感じで、まあ、そこら辺がラブコメになっていくのかなっていう感じですかね。なるほど。今回は、とあるキャラクターと師弟関係を結んで、はい、っていうところでお話が展開していくんですよね。そうですね。5巻のこのカバーにいるタマちゃんっていう女の子なんですけど、はい、ショートカットの可愛いね女の子です。はい、そうです。この子がまあ実はその4巻の最後で、ちょっとまあいじめ事件みたいなものが巻き込まれてしまいまして、はい、でこの子が、すごくまあ芯のしっかりした子で、いじめられてる子がいたんですけど、その子かばうんですね。はい、でそしたらかばっちゃった結果、なんかいじめの対象がこのタマちゃんの方に移ってしまって、移ってしまったと、はい、ですごくピンチになるんですけど、それを、友崎として関係を結んで、まあ、友崎がいろんな努力でクラス内での立ち位置をちょっとずつ上げてきたように、タマちゃんにも上げていってもらって、まあ、いじめの問題もなんとか解消しようみたいな感じの話ですね。なるほど。今回このボリュームじゃないレベル5ということなんですけども、やっぱりレベル1、はい、から読まないと話はなかなかつながらないものなんでしょうか、それともこのレベル5だけちょっと気になるなって手に取ってみても読んでもらえるものなんでしょうか。そうですね、多分エッセンスは人しか変わりませんので楽しく読めるんじゃないかなとも思ってはいるんですけど、はい、やっぱりより楽しんでもらうには、はい、そうなんですよ。友崎くんの成長を読んでいただく、レベル1レベル2と上がっていく友崎くんの姿を楽しんでもらえるものなのかなとも思っていますので、1巻から読んでいただくのが一番いいのかなとは思っています。なるほど。可愛らしい表紙なら、まあ、表紙がいいなんて言葉がねあるように、ちょっと気になるななんてことはもう、はい、これを機にまだそうですね、まだレベル5ですからね、はい、まだまとめてドーンと買ってもらってまあこの年末年始に一気読みなんていうのも楽しいかもしれませんよね。ぜひお願いいたします。はい。そして今回このジャックキャラ友崎くんは、はい、第10回の小学館ライトノベル大賞優秀賞の受賞作でもあるということなんですよね。はい、そうなんです。この小学館のライトノベル大賞っていうのは一体どんなものなんでしょうか。まあ、各社さんやられているようなその科学文庫というライトノベルレーベルでやっている新人賞のようなものになるんですけれども、はい、まあ、うちの特徴としては、まあ、プロアマ問わずなので、もうすでにデビューされたプロの作家さんでも応募ができまして、はいはい、で、ゲスト審査員というですね、ちょっと各界の著名な先生に最後の審査員ご協力をいただきまして、毎年だいたい5名ほど、デビューしていただいて、うちで本を書いていただいているというようなそんな賞ですね。毎年開催されているものなんですかね。そうです、はい、で今回この第10回にこのジャックキャラ友崎くんが選ばれているということなんですが、はい、この作品は今回優秀賞を受賞されるにあたってどのようなところが評価され受賞に至ったんでしょう。そうですね、まあ、その人生クソゲーだと思ってる男の子が、まあ、その人生は神ゲーよって言ってくる女の子に感化されて、で努力でのし上がっていくっていう、結構まあ王道というか、これだけ聞いたら割とある話でもあるんですけれども、まあそのプロセスが非常に具体的だったんですね。その例えばマネキン一体買いして、自分のファッションセンスのなさを補えとかあ、なるほど、ちょっとコーディネートとかして実際に養っていくと、あとはその何でしょう、顔がいまいちでもいつも笑顔でいればすごく印象が良くなるので、まずマスクをつけて、でいつもそのマスクの下で口角を上げて笑っておけみたいな、筋肉を鍛えろみたいな笑顔、すごい筋肉を鍛えるところから、はい、というようにすごくなんかその実践的なあのノウハウっていうものがふんだんに盛り込まれていて、すごくこれは自分でもできるんじゃないかみたいに思わせてる力があって、はい、そこが一つ評価のポイントになったんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ実際に友崎くんみたいにちょっと人生はクソゲーだなと思ってるような人も、はい、読んでもらって、自分とまあ投影するかのように実践をしてもらって、はい、まあ、人生は神ゲーだって言えるようになってほしいですよね。だからまさに今あの高校生だったり中学生だったり学校でそういうことを思っている方に読んでほしいなっていう思いもちょっとあったりしますね。なるほど。この作者でいらっしゃいます薬勇気先生に優秀賞を受賞したことがデビューのきっかけにということでいいんでしょうか。そうですね、あのそれまでは別に作家さんでもなく普通の方だったのが、この科学文庫のライトノベル大賞を受賞されて、デビューされたという形ですね。すごい。実際にそういった応募、一般の方が応募して受賞されて、このレベル5ということでどんどん刊行していくことができていくんですよね。
そうですね、すごい。さあそして、作者の薬先生もそうなんですけども、やっぱりライトノベルといえばさっきもね表紙がいいなんてことも言いましたが、はい、イラストも特徴の一つですよね。そうですね、この透明感のある可愛らしいイラストを描かれているのはどなたなんでしょうか。はい、フライ先生と言われる、女性のイラストレーターさんで、女性の方なんですね。はい、もともとそのなんでしょうね、コミティアですとか、コミックマーケットというもの以外にもコミティアとかそういう即売会みたいなイベントって結構ありまして、はい、中でもそのオリジナルのご自身で、創作とかで書かれるような方が出展するようなイベントなんですけど、まあ、そういうところを主に主戦場とされている方の、はい、フライさんに今回お願いしました。なるほど。今回このイラスト、まあ、シリーズだと思うんですけども描かれるにあたって、はい、キャラクターデザインであったりとかイラストの方のこだわりはどんなところがあるんでしょうか。はい、イラストのこだわりとしては、まあ、よく作家の役ゆうきさんと話はしてるんですけど、まあ、女子高生感というかですね、ちょっと生っぽさみたいなところをぜひやっていこうという話はしていて、まあ、それもあってフライさんにお願いしたところはあるんですけれども、結構そのライトノベルのイラストって、特に男性特化したような萌えっとしたものもあるんですけど、この友崎くんに関して言うと先ほどお話ししたように結構その実践的なノウハウが詰まっていたりとか地に足がついているところが結構あったりするので、はいはい、割とその、リアリティに寄せたで、なおかつその中でも女子高生のこのみずみずしさみたいなものをちょっとカバーでぜひ表現していきましょうという話をフライさんにして書いていただいたものになりますね。なるほど。こう例えばこう何でしょう、アニメーションっていう感じのぶっ飛んだ髪型や髪色、服のデザインという感じでは全然ないんですよね。そうなんです。現実からやっぱり地に足のついた形で、あとはまああれですね、男性でも女性でも抵抗なく手に取ってもらえるようなカバーを出しました。確かにそれはめちゃめちゃ感じますね、はい、ありがとうございます。こうなんでしょう、やっぱ男性向け女性向けっていう言葉があるように、例えばこう、はい、胸が強調された、足が強調されたというようなデザインのものももちろん魅力的にたくさんあるとはね、思うんですが、この友崎くんに関してはそうではなく、はい、ナチュラルな女性が見ても、はい、あちょっと可愛いなって手に取ってしまうような、あ、それは嬉しいですね。キャラクターがね、書かれているんですよね。もうフライさんの女性ならではのコードセンスというか、多分そういうところがふんだん出ているのかなと思っています。こうちょっとブラウスから透け感のある肌色なんてのはこう男性にもたまらんのかなと。はい、ただ一方でまあライトノベルってやっぱり男性がメインの市場のところでもあるので、はい、このちょっと太ももはやや一貫で上げてもらって、薬ゆうき先生の後書きがすごくこのフライさんのカバーイラストに対する愛を語り続けるイラストそうなんですよね、まるでファンかのようにそこではこの一巻では、ひなみさんの太ももに関して彼のフェチズムあふれる筆致で書き連ねておりますね。そう、そんなところもこうちょっと先生のこう、はい、なんでしょう、プライベートじゃないですけど人となりが垣間見えるいいところでねそうですね。そう、太ももなんて言葉はあったんですが、今発売しているものだとうまいこと帯がかかっているので、はい、ちょっと帯をチラッとしないと太ももは垣間見えなかったりとかもして。そうですね、でも結構この帯の上に、その足であったりとか見せたい要素を入れるっていうのはいつも工夫というか苦労しているところではありまして、まあ、一応4色の帯なので乗っかりはするんですけどね。あ、そうですね、はい、こうちゃんと見ればもちろん見えるんですが、パッと目に入ってくるこの帯、ここにはですね、なんとプレゼント企画というような言葉も載っているかと思うんですが、はい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 、これは一体どんなものなんでしょう。はい、あ、そうですね、10周年しおり10枚セット全プレということでして、ガガガ文庫が今年、2017年が10周年を迎えておりまして、はい、そちらを、まあ感謝して祝って、応募者全員にですね、この3枚、応募券を集めていただいた方全員に、クリアしおりをプレゼントするというようなものをやっております。全員に。全員です。すごい。はい、こうしみじみと噛みしめてしまったんですが、2017年の11月分から、2018年来年度の1月発売分の帯についてる応募券3枚ということで。
そうですね、これ実はその2017年の5月が創刊の月刊になっておりまして、はい、ここから、3ヶ月ごとに4回刻んで1年通して違う種類のこのクリアしおりを10枚一つずりでもらえるよというキャンペーンですね。なるほど。で今回はその一区切り一区切りの中で11月から1月がまた一つの区切りになっていますよっていうことなんですね。そうです、そうです、はい、これは第3期になるのかな、はい、ほうほう、あ、なるほど、そうか、5月からスタートしてるからということなんですね、はい、最終第4期が2、3、4で最後を迎えるんじゃないかなと思いますね。で1年分になりますということです、はい、すごい、10周年もすごいけど、こう全員にってのもすごいですよね。そこはもう感謝の気持ちですので、はい、頑張らせていただきました。ぜひぜひ皆さんこちらも合わせてチェックしていただきたいというふうに思います。はい、お願いします。今回は先月17日に発売されました最新刊弱キャラ友崎くんレベル5のですね、はい、ご紹介ということで、ガガガ文庫編集部湯浅さんとお電話をつながせていただきました。最後にですね、ラジオをお聞きの方にメッセージを頂戴してもよろしいでしょうか。はい、あ、はい、おかげさまでですね、弱キャラ友崎くん今大変好調に、推移しておりまして、やっぱりこのすごい弱い立場にいる、子が頑張って、まあ、いろんな人の助けを借りながらですけれども努力をして、少しずつ成長していってっていう、まあ、そういう、真っ当な、成長ものというところを評価してもらえているのかなというふうにも感じています。まだ5巻ということで全然、1巻から入れるタイミングではありますので、ぜひこの機会に、読んでいただけるととても嬉しく思います。はい、ありがとうございます、はい、このライトベルがすごい新作ベスト3であったりとか、新作ラノベ総選挙でも第2位ということで、本当に注目の作品とね、はい、いう風になっておりますので、ぜひ皆さんお見逃しの内容をチェックしていただきたいという風に思います。この時間はガガガ文庫編集部の岩浅さんとお電話をつないでお話を伺いしてまいりました。岩浅さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。失礼いたします。そうなんです、今回ご紹介しましたこの弱キャラ友崎くん、ご紹介した第10回小学館ライトノベル大賞優秀賞受賞作というところをご紹介したんですが、このライトノベルがすごいぞ、また新作ライトノベル総選挙といったところでも、ランキングランクインしている作品なんです。さっきね、まだまだ、レベル5第5巻ということで、これからでも追いついていただける作品ですのでなんていう言葉もありましたので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいと思います。ちょっとマスクの下であの口角上げる練習っていうのはね、意外とね小日な人見知りなので、私もちょっとチェックしていきたい、やってみたいな、実践とかもできるんじゃないかななんていうふうに思いました。他にもですね、ガガガ文庫ではたくさんの新刊がリリースされております。11月発売の新刊ライトノベルといたしましては、石川博士先生の先生とそのお布団、またですね、宇津田誠先生の俺の立ち位置はここじゃない、イマジムジナ先生年下寮母に甘えていいですよ、そして長谷聡先生ストライクフォール3などなど、新しい作品もどんどんとリリースされております。ぜひこの機会にライトノベル、かわいいね表紙から入ってみるもよし、あ、こんなん受賞してるんや、こんなん今人気なんやというようなところから入ってみるもよし、そして今回ご紹介いたしましたジャックキャラ友崎くん、ちょっと紹介してたから手に取ってみようかななんて思っていただけるのも花丸ということで、よろしくお願いいたします。この時間はコーデボックスウェンズデイスペシャルサブカルカフェコヒナーズ、先月から始まりました第1週目の水曜日、小学館ガガガ文庫さんのご協力のもとですね、編集部の方にお電話をつないでご紹介させていただきました。また来月お楽しみに。時刻は2時31分です。